ではこちらで説明をさせていただきます。どうぞ画面の方をご覧ください。エスコとはハイブリッドの環境性能を最大限に引き出すトヨタのエコドライブサポートサービスです。エコドライブ、エコチェック、エコアクションの3つの仕組みでエコドライブを楽しみながら続けていただけるようサポートします。エコ運転が一目でわかるエコドライビング。エスコではメーター内のエコドライブインジケーターランプの点灯、ハイブリッドシステムインジケーターのハイブリッドエコエリア内での走行、エコモードスイッチといったエコ運転の情報を総括して、エコドライブ度をエコレベルメーターに表示し、ドライバーにエコ運転の状態をお知らせします。またエコ運転のアドバイスもしております。エコドライブを楽しく続けるための専用サイト、エコチェック。運転の情報はセンターに送信され、エコドライブの度合いに応じてポイントが付与されます。エコドライブの履歴はパソコンや携帯電話の専用サイトから確認することもできます。例えば平均燃費や獲得ポイントといった情報を月別に比較できます。エコドライブの習熟度は月ごとに判定されるステータスによって確認でき、ブロンズの一つ星からシルバー、ゴールドへとエコ運転の上達に応じて次第にランクアップしていきます。また全国のユーザーのエコ運転ランキングと自分のエコ運転レベルを確認することもできます。ポイントやステータスはナビのエスコ画面にも表示されますので、エコ運転を楽しみながら続けていただけます。お客様とメーカーが一体となって実現する地球環境貢献の新しい形、エコアクション。獲得したポイントは自動車ポータルサイトガズー .com からガズーの森の植樹活動に還元できます。例えば年間1万キロメートルをパーフェクトにエコドライブした場合、5万ポイントが付与され、7平方メートル苗木約2本分の植樹ができます。ガズーの森は北海道の下川村を皮切りに今後順次展開していく予定です。エコドライブを楽しむための新サービス、エスコ、トヨタのエコドライブサポートサービスです。以上をもちまして、トヨタブースのご紹介を終了させていただきます。本日はご来場ありがとうございました。